花園団子花園団子は北海道小樽市の老舗和菓子店、新倉屋で製造を販売されている団子で、小樽名家の一つ。名称は昭和初期に小樽市内の花園公園で販売されていた団子の名に由来する。花園公園は明治期から花見の名所であったため、その頃から花園の名が団子に結びついていたものと見られている。新倉屋は当初は、 日用品や食料品を取り扱っていたが、1936年頃に団子を扱っていた金7と統合し、花園団子の製造を開始した。1929年に小樽市内の菓子製造業、亀屋が花園団子を売っていた新聞記事もあり、戦後には他にも数件が花園団子を取り扱っていたが、平成期の現在では、 取り扱いは、ニークラ屋のみである。ニークラ屋の花園団子は黒あん、白あん、抹茶あん、ごま、醤油の5種類があり、これらのうちあん団子のあんの付け方が特徴に挙げられる。見栄えよく、こう描くように流線型の山形にあんが盛られており、二代目、店主、ニークラ慎太郎が、庶民の菓子である団子を贈答品にも使えるよう、 山形一刀流と名付けて考案したものという。この製法は、ニークラヤ独自のものであり、ニークラヤによれば、縦もこれを真似ようとすることがあるものの、ニークラヤでは一つずつ手作業で案を塗っていると知るや、あまりに手間がかかるために真似を諦めているのだという。また、ごま団子は、時間が経つにつれてごまが水分を吸って、 風味を損なってしまうため、ごまの入った小袋が添えられており、いつでも作りたての味を楽しめるような工夫も施されている。これらの工夫に加え、日本国産100%のうるち米の新粉だけを用いた団子自体の食感も特徴である。ただしその材料の性質上に加えて、防腐剤などの添加物も用いられていないため、賞味期限は製造に一等支柱であり、 通信販売も行われていない。そのため土産向けの商品として日持ちのする花園三色団子も用意されている。1954年に香川県高松市で開催された全国歌手観光大博覧会では最高賞を受賞した。ありがとうございます。